こんにちは、ケイです。たかしです。今日はね、はい、これです。俺ね、これケイさんの iPad にずっとあってアイコンでさ、ベジ太郎ってずっとあってずっと気になってたよ、これ。早くやりたかったんだよ、これ何これ。ベジ太郎ね、はい、これあのリクエストいただき、ありがとうございます。いや、もうありがとうございます。ありがたい。で、これスマホ、スマホゲームで、はい、何これ。じゃあもう見てて、見てたら分かるから、うん、とりあえず働く、働く、はい、マニュアル、いろんな太郎が来るから、うん、お釣りを正しく返すこと、うん、いい仕事する。ああ、なるほど。とにかくお釣りをね、お釣りを返すんだ。あれはレジ係。私レジ係です、はいはい、いきます。はい、何何、支払い50円、証券46円、つまり4円かな。はい、お釣り、はい、 OK。 これはね、0、はい、お釣り、はい、 OK。 用水やん、用水やん。やばい、わかんない、いくら、60。いや、さあ来る、すごい用水が来る。はい、やばい。いやいや、すげえ来るやん。要は早くしないと、こうやって詰められちゃう。すげえ勢いで用水来るやん。時給俺610上がったけど、ね、上がってるやん。夏が好きやん。いや、完全これ井上陽水先生でしょ。まあ、ってことで、これはレジだから、よし、早くお釣りか。いやー、ちょっともう最近引き算ってやらなくて、全然今計算出てこない。俺もできないと思う。できないなと思って。行きましょう、頑張ります。よし、はい、さあ頑張ります。はい、レジーゴー。はい、これ押せばいいんだ。あ、押すだけでいいんだ。お釣りで、お釣りで、はい、そうそうそう、87円。はいはい、いいよいいよ。あ、はいはいはい、これは15円。はい、あ、いやいや、なんかルビー、やだい、こんなルビーみたいな人、蛭子さんがルビーのモノマネしたみたいになってる。はい、戻ってきた。はい、これ難しい、難しい、はい、378。いいよ、順調だよ、急いで急いで。あー、早くない、これ結構早いんだよ、5人切り、いいね、これ結構早い。あ、上がった上がった、やった次の時期やっぱ、これむずいな。いいね、ちょっとこれ結構むずいよ。難しいでしょ、働く、よし、そう、ちょっと頑張ります。これ頑張んないと、はい、これむずいわ。よし、はい、8円。はい、はい、これは31円。いいよいいよ、はい、いいよいいよ。2円。いいよ、はい、早く行きましょう。100、あ、1円じゃない、100、やばいやばい、100、75円。よし、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 6円。これは400。470、9円。え、9円の前早い。いいよ。あ、これ400。よし、お、いいね、いいね。よし、いいよ、いいよ。やばい、これ死んじゃう、この人。何だこれ。40。やばい、ちょちょちょ。いや、無理すんなよ、お前だよ。お前だよ、無理してんの。その状態でよくこの店に来ようと思うの。まず病院行け。あ、時期上がった、10円。いや、でも今頑張ったでしょ、結構。これね、9円の時反応しないし、連打しすぎちゃうと多くなっちゃうから難しい、そのコマンドがむずい。なるほどね。よしよしよし、まあまあ、これなんか他のモードあんの。あ、ちょっと見てみて。何これ、他は触ったことない。あ、多分時給が上がれば、時給が上がったらできるんだ。あ、何これ、米顧客名簿、太郎、いたって普通の太郎、田舎太郎。いやいや、これもう完全にルフィの麦わら帽子や。蛭子さんやん、そんで、しかも。こいつだよ、やべえの。これ誰なんだ、さっきのやつでしょ。ああ、まだクリアしない。いや、クリアしなきゃいけないんだ。ああ、じゃあちょっとこいつクリアしたいな、うん、もう一回頑張るよ、うん、え、待って、これハテナハテナ持ってない。あ、じゃあ結構これやっていかないとダメ。引き上げなきゃ。これ何、ショップってなんか買えるんじゃない。ああ、広告配信メニュー、ああ、なるほどね、はい、練習、練習。ああ、なるほどなるほど、うん、あ、いろいろじゃあるんだね、そういうことか。ちょっとじゃあもう一回働いてみよう。それさっきのやつ誰かだけ出して。そうだね、そうだね。30円。これ反応が難しいな。85円。0円。5円。もうすぐ行く、すぐすぐ。いいよいいよ、すぐすぐ。いいよ。100、111円。いいよ。6円。いいよいいよ。389円。あ、やばいやばい、急いで。ああ、いや、9円の時の速さ異常だよ、これ。計算でまずさ、計算でまず時間かかる。9円の時の反応の難しさ。頑張ってくれよ。これ面白い面白い。ちょっと、いや、1人出そう。あの矢刺さってるやつをクリアして。出そうよ。よしよし、倒したい、うん、いきます。これは73円。ちょっともういいや、声出すからいけないんだ。いい、5、80。めっちゃ静かな。よっしゃ、100。
1136。6円はやりやすいんだよ。よしよしよし、3円。いいよ。いいよ。戻ってきたぞ。よしよしよし。よしよし。200、230。よいしょ。400。いやーこれむずい。あいつ倒して、でも10人倒したよ。本当だ、今までで一番倒してるよね。あいつ出てこねえじゃん。なるほど、弓矢野郎ちょっと出そう。もうこの動画ね、弓矢野郎出すだけとかしてよしよし俺ら頑張ろう。ちょっとこれちょっともうクリアしたよ、ここまで来たら。あ違う、リセット、リセット、1枚リセットできる、1枚リセットできる。だから連打しても平気なんだ。あ、全リセットかと思った。なるほどね。よしよしよし、1枚リセット。うわこの1円だる。違うわ違うで怒るんかい。大気だなみんな。違ったら一発アウトなんだみたいだね。あ、しかも時給上がんね。あ、上がるんだ。あ、経験値だからだ。そうそうそう、これマジちょっと、よし行くぞ。ちょっとみんなもちょっと一緒に計算しよう。5円。ちょっともう必死になりすぎて、必死になりすぎて。ちょっと嫌なやつ出せるよ。嫌なやつ出したい、うん、嫌なやつ出したい。子供みたいな。嫌なやつ出そう、頑張って、うん、もう真剣にやるから、みんな頑張るよ俺。嘘。え。なんかすごいバイト時代レジ必死にやってた時を思い出した。こんなにミスらないし怒る人いないけど、ね。なかなかいない。なかなかいない。こんなに過酷なレジ環境ないよ。すげえ早いよなんで。しかもあれ別に自分自力でやんないからね。これ何十円？何十円？55円。90円。32円。10倍。はあ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 、あと62円。はい、9円。よし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 、40円。はい、340円。世の中の厳しさ、何どうした、世の中の厳しさ今、うん、もう味わせられたと思ったんだけど、うん、動画を見ることで経験値が倍になる太郎。なんやそれ。いやいや、なんかレベル上がったんかと思って。タイトルに戻ろうか。はい、無視。あーこれむずいよ。これちょっとこれ結構時間かかるね、うん、これちょっと時間かかるわ。難しいね。難しい。いやでも楽しいわ、うん、なんか久々に普段使わない、現代人が普段ね、大人はなかなか使わない脳みそを使った感じがして、なんかリフレッシュした。ありがとうリクエスト。なんかすごい今頭冴えてるもんこれ。はい、ちょっとクリアできなかった、うん、目標のね、ちょっとこいつを手に入れたかったけど、ちょっと無理そうだな、ちょっとね、動画内では無理そうだな、うん。くそー、はい、でもまだいっぱいいるってこと。まだいっぱいいるってこと。おほら、おめっちゃいるやん、うん、何これ。これはきっとそろばん叩けないと多分無理。無理だね。うわなんかいっぱいいるやん。うわいっぱいいる、めちゃくちゃいっぱいいる。すげーいるじゃん。これ時給が上がると何なの。次のステージがなんか出るのかな。ちょっともしかしたらあとはスペックが高い、ちょっと上がんないやつね。1000円超えないと上がんないんだよね。まあ、ちょっとやんないといけないってことだよね、うん、まあまたもしパート2あればやりたいと思います。はい、面白かった。はい、ということで、はい、今日は終わりです。はい、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。またやります。バイ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 。はい、スタート。え、おお、え、すげえ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 、はい、え、なにこれ、おお、すげえすげえ、え、すげえ、なにこれ。え